油断してかかるはずだ。まずはその前にあの地球人からドラゴンボールをいただいてやる。ここでザーボンのやつを仕留めてやる。クリリン君、隠れてないと危ないじゃないですか。ブルマさん、それもしかしてドラゴンボール？なかなか話のわかる最長老さんでしたよ。そうだ、ブルマさん、ご飯はどこですか？あいつも最長老さんのところに連れて行きたいんだけど。もう一つのドラゴンボールを見つけに行ったわ。ベジータが襲った村のあたりでレーダーに映ったのよ。え、本当ですか？何？この木はまさか。ベジータ！意外なところであったな、地球人。しまった、強くなったのに浮かれてあいつの木に気がつかなかった。それにベジータはスカウターとかいう機械をつけてない。ベジータ、その大事そうに持っているドラゴンボールを見るとどうやら目的は同じらしいな。いいか、俺にはそのボールをいただく前にすることがある。だがそいつを持って逃げようなんておかしな気は起こさん方がいいぞ。え、来やがったな。ずいぶん舐めた真似をしてくれたな、ベジー。貴様のおかげでフリーザ様の私に対する信用はガタ落ちだ。もう一度半殺しにして貴様の奪ったドラゴンボールの在りかを喋ってもらうぞ。やってみろよ。降臨やつめ。やはり油断してやがる。私から逃げられると思うな。体力が落ちてるんじゃないか。ザーボンさんも、あんたの死はもう近いよ。死が近いだと笑わせるんじゃない。私は貴様より戦闘力が高いんだぞ。貴様が私に勝てるわけがない。野人は戦闘種族だ。おのれ、よくも。
護しやがれ。消え去れ。こらえた。死にかけた俺を治療してしまったのはまずかったな。サイヤ人は死から立ち直るたびに戦闘力をどんどんと耐え。そうか、そういえば悟空。さてと、どうする。おとなしくそのボールをよこす気はないのか。こいつを渡せば おとなしくここから消えてくれるか。まあいいだろう。ドラゴンボールさえ手に入れば雑魚などと遊ん。これで俺はフリーザに代わって全宇宙を支配することができる。永遠の命を手にするのだ。7個全部揃うもんか。頼むぞご飯。ベジータに見つからないように帰ってきてくれ。クリリンさんたち大丈夫かな。早く戻ろ。敵に見つからないように気をつけなきゃ。